今日の温度は今は21度です。でさっき二度寝から起きてつけてたんですけど、暑いので止めたいと思います。意外に今日あったかいですね。よいしょ。今日はしばちゃんです。なんかね、今日はゆみの週一の勤務なんですけど、頑張ってきます。お弁当作りなしなので楽ちんです。今日のリビングこんな感じかな。テーブルはこんな感じかな。二人ともね、散歩に行きました。よいしょ。もうね、食パンで空遊んでましたね。で、昨日の夜ね、おやつ久しぶりにあげたんですよ。小春と空に。なんかお腹空いてるなーっていう感じで。そしたら、空おむらししちゃって、私のマットの上で。そうなんです。ねえ、かわいい。ねえ、今日のキッチンです。こんな感じかな。今日はお弁当作りないので、嬉しいです。今日の部屋のリビングの温度は、今のところ18度ですね。18度。それでは、おトイレして、頑張っていきたいと思います。これから支度しちゃいます。今日の玄関。よいしょ。これから支度しちゃいたいと思います。
今日の札幌の天気はこんな感じです。なんかすごいもうね、道路だけ春って感じなので、すごい埃り舞ってすごいですね。わあ、またこれから頑張ってきます。失礼します。皆さんやっほー、もう一度久しぶりの運転です。なんかやっぱりね、怖いかもしれない、久しぶりの運転。ちょこっとなんか40キロはね出してるんですけど、一応怖い久しぶりにちょっとね、仕事終わってからちょっと買い物に運転してみたいなと思って、道路もカランカランだったので、それで運転してみました。ケンさんにはね、ゆっくり家で休んでもらおうと思って、それでユミが運転していますって感じで。わあ、緊張する、なんかやばい、緊張だ、久しぶり、ちょっとね、なんか気取ってしまうやばいよね、絶対さ、マスク取ってさ笑ってたらさ、やっぱりそう、なんか大丈夫なんて思っちゃうよね、きっとね。なんかね、暑い。でもなんかすごい疲れてる、顔がなんかなってたかね。買い物行って、これからちょっとね、買い物って言ってもなんかダイソー行って、お弁当のカップ買ってこようかななんて思っています。それじゃねー、やばい、笑っちゃったじゃねー、うん、ゆみでした。よいしょよいしょ、あ、やばい。ゲットしちゃいました。で、みんなにグッズのどんなマグカップがいいかなと思って悩んでます。こんなにあります、どれがいいでしょうかね。なんか白は無難かな、とりあえず1個買ってみます。あとはお弁当のカップ、アルミは嫌だって言ってるからな。よいしょ、これにしよう。すごい、うん、よいしょ。まあ、とりあえずに、とりあえずはちっこいカップがないから、これでいいかな。そんなのこれで、これでいいかな。ゲットー。寿司どれにしようかな、悩み中。5個期待は、よいしょ、今夕方散歩をみんなでしています。なんとね、えちょっと間違えてスニーカーできちゃった、ボーンと、こんなスニーカーできちゃった。大丈夫かな、怖いですね。でも今のところ雪硬いので大丈夫そうです。よかった。すごい、こんな感じかな、うん、すごいですね。天気もこんな晴れてます。これからこの木がね、花粉症の人には嫌な木になってきますよいしょ、わ、すごい、アスファルトの上歩こう、怖い、よいしょー。でも凍結してるよね、絶対ここ、怖い、凍結してそう。よいしょ、それではこれから散歩していきます。かっちゃん大丈夫？
ワン、ツー、スリー、ホー、朝ごはん、朝ごはん、ユミの朝ごはん、朝ごはん、朝ごはん、ユミの朝ごはん、バーン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 。ということで、今日は朝ごはんがあります。わーって、こんな、昨日ね、ケンさん、買い物夜行って、既製品の割引のやつ、買ってきてもらったやつです。なんか暑い、今日、やたらと。いや、今23度だもん、部屋。
ね、それではいただきたいと思います。おお、餃子、この前も餃子食べたばっかりなんですけどね。でもどうなんだろう。いただきます。うん、おいしい。うんうん、なんかすごい生姜が結構効いてて美味しい。うまい。なんかあんかけと、なんかね、なんだろうね、これ唐辛子みたいなのが入ってるのかな、これ。そうそう、うん、美味しい。甘酢あんかけみたいなやつ。うん、もうさ、皿も洗いたくないからさ、冷やしたくないからこれで食べてます。あ、そうそう、あ、なみまな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 、マイク入ってるからガシャン。昨日ね、ダイソー行って買い物行ってきたんですけど、なんとしばちゃんのカップ売ってた。かわいい。これ後ろもこんな感じで売ってた。かわいいと思って。すごい、ゆみ黄色も好きだから、あーもうぴったりんこと思ってついもうすぐゲットして帰ってきましたねえ、あと皆さんにマグカップの提案でいただいてもらって、こういうマグカップってどうかなと思ったんですけど、なんかね、ツルツルしてないからギザギザが入ってるから、なんかシールがねちょっとね、うまく貼れないかもしれないと思って、こういう感じのマグカップでどうでしょうかねとか思っちゃって、うん、聞いてみました。で、あとバンボン、久しぶりにシュシュ買っちゃいました。うん、シュシュ買っちゃった、久しぶりにね。どうかしらって、ご飯に入ったらやばいよね。ではさ、今お仕事の件のことなんですけども、一応続けることになりました。すいません。そう、会社の人に相談したら、そう、なんかね、そうやって なんだろう、今辞めたらね、なんかいろんなことで悩んでることとかもね、と思うかな、悩んでるっていうか、そうそうそう、引きこもりになったよね。なんかなんて言うんだろうね、ストレスが溜まっていくんじゃないかなっていうふうなことは心配してくれてて、そう、なんか1回でも月1、2回でもね、外に出て、なんていうの、そういう通勤、してくれると、してればしてるとね、また気持ちも違うんじゃないのかなっていうふうに言ってくれて、そうだよな、そうだよなって思って、それね、ね、だからちょっとね、仕事をこのまま継続することにしました。すいません、なんか
結局はぼやきになった夢だったんですよね、この前はね。すいません。頑張って両立していきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたしますね。自分一人で出歩いて、自立して出歩いて、出勤みたいな感じでした方がね、ゆみにとっても気分転換にもなるんじゃないかなとか思って、それで気持ちが変わってしまった。そんな感じなんですよね。そう、あ、完食しました。こんな感じで、もうこれも来いって感じで楽ちんですね。そんな感じなんですけどもね、皆さんにご心配かけて、ライブの時もね、ほんとこれからも頑張っていきますので、よろしくお願いいたしますということでね、皆さん今日もね、乾杯ってことで、乾杯。お仕事を頑張ろうと思っています。それじゃあまたね、ゆみでした。ごちそうさまでした。喉なった。ごちそうさまでした。またね。よいしょ。ただいまちょっとお散歩に来てます。なんか朝方ね、小春と空うんちしてなくて、それで仕事も終わってちょっとだけゆっくりして散歩に来ました。よし、行くよ。レッツゴー、レッツゴー。よいしょ、わ、やっついた。よいしょ、レッツゴー。よいしょ。今日の天気は曇りですね。こんな感じかなね。よいしょ、よいしょ。あとは小春ね、トイレ済ませて帰ろうかなと思っています。では失礼します。また後ほど。よいしょ、行くよ。空行こう。よいしょ、よいしょ。おっ。